ゲオルク・マルク・グラフは、ドイツ生まれの、博物学者である。オランダによるオランダ領ブラジルの探検に参加した。イストリア・ナチュラリス・ブラジリアの、表紙作戦州のリープシュタットに生まれた。父親は、校長でオルガニストであった。ストラスブルク大学など、ドイツ各地の大学で学び、最終的に、オランダのライデン大学で学んだ。オランダ領ブラジルの総督ナッサウジーゲン。 白ヨハンマウリッツのブラジル探検隊の隊員として、博物学者のウィーレム・ピソ、画家のフランス・ポスト、アルベルト・エクハウトと共に選ばれた。3年間にわたって、何位5度から11度の海岸の海図を作り、グランデ川やサンフランシスコ川を遡り、内陸への探検を行った。これらの探検の間に、天文学や植物学の研究を行い、気象の記録を残した。 1640年11月3日には南米大陸で日食の最初の科学的記録を残した。レシフェに動植物園を設けた。1644年にアンゴラのルワンダで熱病で没した。没後、マルクグラーフの残した科学的な記録はナスサウジー原白によってヨーロッパに持ち帰られ、一部の鳥類に関するの記録は マルクグラーフを単位に推薦したデレートにわたりイストリアナチュラリスブラジリアのご飯で発表された。マルクグラーフの作成した地図はアトラスボーサリエンサスとして出版された。マルクグラーフの標本は博物学者ボームを通じてコッペンハーゲン植物研究所に収められた。リンネは1751年にその標本を高く評価した。筒地木の植物のトガの名前。 マルクグラウィアカ、俗名、マルクグレイビアは、マルクグラーフにちなんで命名された。マルクガーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ゲオルクマルクグラーフを示すのに使われる。ありがとうございます。